管理職ユニオン関西の中村です。今日は何も見ずにですね、話題のビッグモーターの件で労働組合の立場からいろいろお話したいと思います。で、まあすでにマスコミ等でご存知は思いますけど、ビッグモーターの不正問題は単にビッグモーターだけじゃなくて、それに群がる損保会社とか、まあいろいろ社員が非常にパワハラなり受けてですね、強制されたということも含めて、もうすでに相当前から問題になってたそうです。で、まあ去年、損保会社の方がですね、不正を認めつつも取引を再開したというような問題も明らかになってます。で、今何が大きな問題かいうとですね、そういうマスコミあるいはいろんなところから叩かれて、ビッグモーターが副社長の息子の副社長の問題もありますけれども、いわゆる銀行が今まで貸してた運転資金をですね、貸し付けしないとか、まあ、そういう圧力がかかり出したわけです。で、ある意味で言えばいろんなスポンサーも探しているようですけども、そこで働いている人がどうなるかという問題を労働組合の方からで、であれば、私たちはそこに大きな関心を持ってます。で、現的にはもうすでに数店舗が閉鎖になったとか、で今後閉鎖をして売却をするとか、あるいはこのビッグモーターがある意味では叩かれている中で、その業界をにこうコミットしたいというような新しい資本になり、あるいは企業がですね、それに参入をするというような話が、資本のレベル、経営者のレベルからはいろいろ起こると思います。で、それは企業再編の話以前もしましたけども、企業再編の中では要するに叩かれた企業が売却せざるを得んとか、あるいは倒産をするとかいうようなことで、その業界、中小企業は中小企業じゃなくて、この中古の自動車ですね、中古車販売業界の必要性があると、今いろいろ言われてますね、電気自動車がでとか言われてる、今ガソリンからそっちに転換するとかいう時代の中で、さらに中古車の販売が必要だということであれば、そのビッグモーターが倒れそうになるとか売却するとか、いろいろな話が出てきた時に群がってくると思います。勝ってさらに儲けようとか、いろいろな動きがあると思います。そういう中で働いてる人がどうなるかということに、私は非常に関心を持っておりました。で、この間ビッグモーターのですね、大阪でですけども、大阪の営業所3つを回りました。で、もう正面から堂々とですね、組合の管理職ユニオン関西執行委員長中村実という名刺を持って、正面からお伺いしました。で、まあ、営業員の方は慣れておられるんか知らんけど、まあ、労働組合でしたけども、帰れと言われるんかなというふうに思ったんですけども、そうではなくて、まあ、丁寧にお話は聞いていただきました。まあ、座ってというまではならなかったんですけど、立ち話ですけども、いろいろ労働組合のお話もしました。まあ、大体切り出しは、今いろいろビッグモーターが不正をやったと、経営者が、ね、で社員の方も不正をやらされたとか、やらざるを得なかったとか、あるいは以前から内部告発の話があったとか、そういういろんな動きがあるので、まあ、できたらそういうお話を聞かせていただけませんかと、まあ、いうところを最初の切り口にですね、お話をして、で今どういう状態になっててですね、今後例えばもうすでに閉鎖も出てますから、店の閉鎖が出てますからね、そういうところの問題、まあ、労働組合から言うと雇用の問題ですね、解雇が出てきたり、まあどういう形になるか分かりませんけども、資金があれば希望退職が募られたり、そういう問題が出てきますし、あるいはこれまでのですね、労働条件でただ働きというか、残業させられても金をもらってないとか、あるいは有給休暇が取れなかったとか、まあ、様々な問題があると思います。まあ、主要にはやっぱり雇用の問題に関わるわけですけども、まあ、そういう今回の不正の問題ね、不正が起こった問題の根本は、ま
まあ、私から言うとやっぱ働いてる労働者っていうのは現場でよく分かるわけです。本来は不正があれば不正は分かるけれども、まあ、一人ではどうしようもないし、経営者の幹部からですね、取締役社長なり含めてから上から言われて号令直下降りてくるのは従わざるを得ないという、まあそういうところで甘んじて、不正を内部告発もしなかった。それがポツポツ出だして、今回大きく社会的に話題になったというふうに考えていただいてですね、そのために対抗するためにはどうするか、こう前に、組合が書いてくれたんですけど、ビッグモーターを救いたい、会社を救いたいというふうに私は思ってるわけじゃないんです。まあ、本当はですね、労働者が今起こっている事態に対して不正を摘発をして、それを改めさせて、改めない経営者なら経営者をすげ替えてというようなぐらいでこの問題を取り組んでいただきたかったというふうに思ってます。まあ、その意味で非常に社会的には労働組合弱くなってるんですけども、労働組合っていうのは不正を監視をしたり、もちろん雇用を守ったり、労働条件を良くしたりというようなことを、本来はきちっとして、ね、自立した経営者と対等にですね、自立した形で労働組合を組織していれば、こういう問題本来は起こらないです。で、今大きくやっぱり大企業とかの組合っていうのは癒着をしてですね、いうことを聞いて、会社儲からへんかったら自分らはもう、要するに賃金も上がらないというような仕組みで、いろいろ啓蒙されてですね、そういうふうに思い込んでると。で、ストライキなんかましてダメやというような事態になってますので、まあ、この間そごう・西武ですかね、ストライキ打ちました。で、今アメリカとかヨーロッパでは賃上げ闘争でストライキが大きく話題になってます。そういう意味でビッグモーターで働く人たちも、私が訪ねた時ですね、まあいろいろお話しました。労働組合には労働三権があって、対等にね、経営者と話し合いができますと。で、そのことによって、経営者はしてはいけないという不当労働行為とかですね、労働組合法で定められた権利がありますと。そういう意味を生かして活用してですね、一人じゃなくてビッグモーターで働く皆さんも、一人でも二人でも声を上げて、私たちと一緒にですね、戦いましょうというか、声を守りましょう、あるいは今の経営者のやってることに対して意見を言いましょうと、まあ、そういうことができますよというふうに言って帰ってきました。結論的にはですね、相手をしていただいた営業の方、一人は店長の下ぐらいの方もおられました。3カ所行きましたんで、ね、でそこでの話では結論はですね、オチはどういうことをやったかというと、まあ、徹底されてて、やっぱ本社に言ってくださいと。今回社会的に問題になっていることで、私は労働組合のあれで来ましたけども、やっぱ本社のそういう窓口に言ってくださいということで、やっぱし言われて、それで終わってしまう。でその話の中で、私は個人的にもね、仕事終わってからでもいいですからということで、名刺に携帯の番号も書いたし、で組合の宣伝のチラシのですね、ティッシュをに入れた宣伝の組合のチラシも入れたやつを5個ぐらい渡しましたかね。まあ、そういうことで3箇所回りました。で大阪の例で言うと、ビッグモーターに吸収された花店っていうね、放出って書いてね、放物線の方に出るという意味書いて、まあ普通読めないんですけど、花店というそういう中古車センターがありました。関西では有名でした。そこもビッグモーターに吸収されてるんですけども、まだそっちのビッグモーター花店系のビッグモーターの営業所になっているところですね、店には当たりは少し良かったかなと。3つしか回ってないんで、まだ定かなこと言えませんけども、とりあえず今のところまだ電話連絡ないんですけども、そういうことを期待してもう少し回るとかで、今組合員なり知人友人にですね、ビッグモーターなり同じ業界の、ね、人、他のネクステージという会社とかいろいろありますので、そういうところで働く人のやっぱり今話題になったら連鎖した形でですね、同じ問題が噴出するという可能性があると思いますので、早めに
相談なり、あるいは組合を作ろうというね、意欲を持った人が連絡してくれることを期待をしています。そういう意味で労働組合というのは本間の意味ではそういう不正を監視したり、あるいはただ働きとかいうね、違法行為です。これね、働いたものは絶対払わなかったんです。だからこれは相当高額にきちっと請求したら高額になると思います。そういう請求もできますし、いろんなことをお教えします。ですからぜひ労働組合に私ども相談していただければ、いろんな手立てをお教えしますので、ぜひ声をかけていただきたいというふうに思います。まあ、そういうことで今日のところは終えたいと思います。どうもありがとうございました。